どんな思いでこう、うちを出てきたんですかね。いや、とうとうこの日が来たなとか思って。その昔、将軍の夫人を御台所と呼んでいました。台所はまさに女性の象徴だったのです。では、平成の台所事情は。嬉しいですけれども、フローリングに変えたんです。あ、ここもリフォームしたんですか。はい、はい、あ、お台所はなんだかあれですね、はい、低い感じしない？え、床がね、上がっちゃったので、低くなっちゃって、リフォームしてフローリングにしたから、普通やっぱりこのくらいいきますよね。頭ぶつけちゃうんです。あ、ぶつかりますよね。美味しそうなハンバーグが。つかない、ね、あれ、どうしちゃったんだろう。一時こうやって制作ですね。それがやっぱりすごく面倒で。この具体的にはどういう風になるか。カウンターを作ってもらっていい。ここにカウンターをつけて。混合処理のシングルレバーで。シングルレバー。アイレベルの食器乾燥機を。食器乾燥機もつけた、はい。全体的にはどんな雰囲気なんですか。カントリーチョナチュラル。カントリーチョね。長年の夢だった台所のリフォーム。予算としてはいくらだったんですか、そのキッチンのリフォーム代は。予算としてご自分の。あ、だいたい150ぐらい。150、はい、で実際かかる費用とはいくらぐらいになるんですかね。200万超えたみたいですね。200万超えちゃった。はい、小石先生、まあ、車を買い替えようか、どっちにしようかってちょっと悩んだんですけどね、車よりはね、リビングの方、キッチンの方がいいかなと思いまして。でもご主人は本当は車の方が良かったんじゃないの。ご主人、キッチンが新しくなったらね、はい、まず最初に何を作ってほしいですか、奥さんに。いやカレーライスですね。好きなんですよ、カレーライスが好き、はい、10年前に中古マンションを購入。台所の痛みが激しく、やっと決意してのリフォーム。新婚時代の甘い思い出、育児に追われた若き母親の時代、10年の主婦の歴史が染み込んだ台所が取り壊されていく。1週間後。あら、こんにちは。あら、全然あれですけど違いますね、やっぱりね。機能的な台所は主婦の心強い味方。その通り、行きました。うん、大体思った通りに。シンクっていうのも随分あれでしょ、広くなりましたね。ええ、使いやすいですね。で、これがシングルレバー。シングルレバーね、うん、アイレベルとおっしゃってましたよね。そうです、ちょうど目の腰の高さにしていただいて、こう、あと何でしたっけ。足元音符。あら、ええ、ここね、あったかい、あったかい、いいなぁ。押すだけでこうつくんだ。あ、押すだけでついちゃうの、ワンタッチが。はぁ、これ使いやすいね。すごい使いやすい、うん、やっぱりあの高さがね、ちょうどいいので、うん、楽になります。料理の味も変わる新しいガスレンジ。これ周りもいいですね、これね。そうですね、ペーパーホルダー、え、こんななんだ今。そして、はい、あ、うわー、いいじゃないねー、これは便利よ。生まれ変わった台所で初めて作った料理はご主人の大好物のカレー。お父さん、いや、美味しいですよ、やはり。カレーがね、食べたいって言ってましたもんね。おいおい、うん、おいしい。200万円積み込み、念願かなった台所のリフォーム。台所に映し出されるさまざまな人生。東京での生活ってのは初めてなんですか。そうです。でも周りこういうお肉屋さんとかあるじゃないですか。料理ができないんですよ。もうでもこういう定食屋さんみたいなね、もう待たせられるくらいなら、食べないとね。あ、食堂好きじゃない。東京に出てきて6ヶ月、慣れない一人暮らしが続きます。単身赴任するまでは台所に向かうことなんか一度もありませんでした。うつろな台所に立つ蜂谷さん、52歳。蜂
じゃあさ、これ何合って測らなくていいんですか。今コップに半分ぐらいですか。大体そんな。え？大体ですから。大体って。入れ物が小さいから研ぎづらそう。料理ができない八谷さんが作るものはご飯と味噌汁だけ。出汁は入れましたっけ。これ出汁はこれから入れるんです。これから入れるんですか。あとはもう消して、そうすると一番最後に出汁を入れて。出汁を、そうしないとこれ溢れてダメなんですけど。うん、あとこうかましただけです。あとは食べるだけです。このカツはどうしたんですか。うちからね、送ってもらってるの。女房が作ってね、はい、この魚もみんなね送ってもらうんです。盛岡、そこが八谷さんのふるさと。東京で一人暮らしをしている八谷さんのために奥さんが料理を作って送り続けているんです。なんかもう本当にあれですね、体に良さそうな、これをね、なるべく野菜をこしてあげたいなと思うんですけどね。突然のじゃあ単身赴任だったんですか。そうなんです、突然だったんですよ。あら、まさかと思ってたら、うちにいても気をつけなきゃない年齢なのにね、一人で、いや二人の子供もそれぞれ家を出て、残って暮らしているのは奥さんと八谷さんのお母さんだけ。ご主人はね、普段こちらにいらっしゃる時はお料理っていうのは全台所にも立ったこと、買い物もしたことない、何もできない、したことないし、する必要なかったんですよね。うちで漬けたたくあんは八谷さんの好物。たくあんが自家製ですね。じゃあちょうどこうあれですか、1回で食べられる、で少しのあれで食べられるくらいです。一つずつ丁寧にラップ、奥さんの細やかな気遣い。ニシン、ニシンと、あと人参も、人参少し彩りに。料理を作ることでご主人がいない心の隙間を埋めている。これはそれ、すじこ、すじこ、にし、はい、にしんの味噌、味噌に、味噌にね、そしてきんぴらです。きんぴらですね。うわ、美味しそう。やっぱりどちらかというとこういう和食中心ですか。え、そうです。はい、ハイカラなのはできません。なんとか偏らないように食べててくれればいいなと思って。ふるさとの香りと奥さんの味がいっぱい詰まった小包み。こうして2週間おきに八谷さんのもとに送り続けているんです。八谷さんの勤め先に届いた愛の宅配便。心なしか足取りも軽い八谷さん。子供が土産物の包みを開けるように心流行る八谷さんなのであります。奥さんからの荷物が送られてきたその日ばかりは、寂しくうつろな台所にも暖かな火が灯る、そんな気がするのです。寂しくやるせない一人暮らし、しかし孤独だが穏やかな日々が送れるのは奥さんの手料理が届くからに違いありません。同じ頃、盛岡では、でもご主人もね、これってほら同じものをね、召し上がってるわけですけど、やっぱりその大勢で食べるのとこうやってお二人で食べるのとでは違います、やっぱりね、でもしょうがないよね。何食べて申し訳ねえのね、誰でお母さんとして食べてる。あまり喋る人でもないし、あれなんだけど、ここにいるといないじゃね、全然違うんですよね、生活がね。いるはずの頼りを失った茶の間の寂しさ。酔うほどにふるさとへの思いが募る一人酒。音もなく声もなく所在ない夜が更ける。
女の人のこういう例えば家事とかね、まあよく三食昼寝つきなんて前言ってましたよね。だからその通り楽だろうと思ってたんですけども、やっぱり自分でやってみるとね、捨てるったって自分で作れば捨てるわけにもいかないし、よく女の人の残ったものを食べてる時がありますよね。あの気持ちがよく分かりましたよね。もう食事のあの面倒あの心配なんかしないで、出されたものを黙って食べて、ゆっくりしたいですよね。妻の優しさ気遣いが身にしむ単身赴任。東京で3代続く畳屋の海老沢さん一家、こちらには思いもかけなかった台所の歴史が潜んでいるのです。都内でただ一箇所信号が全くない町、世田谷区宇奈根。ここに昭和16年に建てられた海老沢さんの家があります。おばあちゃんは野良仕事、我が家で食べる野菜の多くはうちの畑で採れたもの。薪割りは2人の男の子の仕事。その薪を使って今もかまどでご飯を炊く海老沢家。昭和16年から使っていたかまどが古くなり、7年前に作り直したそうですが、なんでまた今時不便なかまどを使うのか。システムキッチンが流行りの当節にわざわざかまどを作り変えたとは驚きですが、なんでかまどを使うんですか。今新しい便利なのがあるのにね。この方はね、出来上がりがいいですもの。おそばもあのふっくら茹だるし、ナッパも真っ青に茹だるし、それからご飯はふっくらできるでしょ。なるほど、大きな釜で茹でたナッパは色鮮やか。美味しいだろうね。かまどだけでなく風呂を炊くのも薪という凝りよう。近所の材木屋さんからもらってきた廃材を薪にします。どれぐらいで沸きます時間。そうね、だいたい1時間でしょうね。こうやって薪で沸かすのは違うんですか。あのなんかね、柔らかいとか言いますよ。お湯のね、入った感じが。おじいちゃん、湯加減はどうですか。ちょうどいいよ。ちょうどいい。五右衛門風呂って珍しいですね。一番風呂はおじいちゃん、かまどの火を守るのはおばあちゃん、一方お母さんの方は、あのお味噌汁を作ったり、お母さんを作ったり、ご飯を移し替えたりは私の仕事です。それぞれに役割分担が決まっている台所。もういいですよね、お米、ご飯あげてね。立ち上る湯気、美味しそうな炊き上がり。ちょっと焦げてしまったかな。おこげがあります。綺麗綺麗なおこげってのはおかしいけど、うん、まず最初に晩酌を始めるのがおじいちゃん。この家には長老を尊ぶ古き良き家風がまだ生き続けているのです。うまいですか。うまいね。大皿に盛られたおかずの数々、湯気立つご飯とお身をつけ、親子孫8人が囲む夕げのひととき。なんかいいもんですね、こうやって3代にわたって食事をするっていうのは全然考えてね。だってさ、あの各家族よかさ、3代の方がさ、その一人当たりのコスト安いじゃない。そう、コストでくるのね。だけどおじいちゃんも幸せだね、うん、あの孫が割ってくれた薪で風呂入れるっていうのは。詰まっちゃったよ、俺感動じゃないのか、ただ単純に詰まっただけだな。ほとんど食ったことないもんね。おかずがいらないのね、美味しいご飯って。そうですか。米ってね、自前の畑で作ってその野菜を食べて優雅だ。そうだよ。私は昔から同じことやって、昔は借鐘借鐘って言われて、今は優雅だって言われて、どういうことなのか。世の中の価値観が変わったってことなんだよ。なるほど、五右衛門風呂で。姑は嫁に、母は子供に我が家の味を伝えていく。一人で立つ台所より二人、二人で立つより三人の方が幸せがある。茶碗の数が多いだけ幸多い。
台所を預かる人、それは家族の幸せを守る。